ご参加になられている仲間の皆さん、こんばんは。今日は台風が接近中ということで、街頭宣伝もですね、ちょっとこうショートバージョンで1時間弱で、終わらせていこうと思います。今日はですね、雨の中ご参加いただいて、ありがとうございます。今日はですね、とてもですね、寒いんですけれども、街頭宣伝頑張っていこうと思います。今日はですね、まず冒頭にですね、杉田水脈さんの発言、こういったことをもう本当に許せないと、今日も横断幕でこうなんて書こうかなと思ったんですけれども、もう杉田さんの発言許さないっていうのを作っとけば、もうこれからもずっと使えるんじゃないかと思うぐらいに、もう必ずですね、彼女はね、何か言うわけですよ。もう絶対に今後もですね、またひどいことを絶対に言うと思うので、その時はですね、本当にこうまただよっていう風になれずに声を上げ続けていかなければならないと思うんですけれども、今回のもうどの発言もひどいんですけれども、まあ今回もひどかった。女は嘘をつくんだと。でつまりですね、フラワーデモとかそういったあの性被害を受けた女性たちが一人一人今勇気を持って声を上げ始めている。そういったことに対して、女は嘘をつくから、あのそういった性被害とかも都合のいいように言ってるんだと。その時はその自分が悪くなくても、後から都合が悪くなったら平気で嘘をついて、あれは性暴力だったんだってでっち上げるんだって、つまりそういうことをですね、杉田水脈さんは言ってるわけです。本当に許しがたい。女は嘘つくんだって言って嘘ついてんのはあなただったじゃないって話なんですけれども、そういうですね、ものすごいひどいことを発言した。で、私は言ってないって嘘ついてたんですけれども、まあ、最終的に言いましたっていうふうになったんですね。言いましたって言ったからといって許されることではないわけです。こういった発想をするということ自体がもう議員辞職ものですよね。こういう人が国会議員をやっている、人の心の痛みもわからないような人が国会議員をやっている、さらにですね、わからないどころかさらに痛めつけるというね、そういうことをする人が議員であっていいはずがないわけです。これが自民党なんです。これが自民党なんですよね。なので、この緊急のフラワーデモというのがこの前行われました。そのフラワーデモで私たち嘘をついてないっていう、そういったですね、声を200人の方が上げたわけです。で、緊急にですね、署名も行ったんですけれども、なんとこの署名をですね、自民党はですね、なんだかんだ受け取る時間がないだかんだ言って煙巻いてたんですけど、とうとうですね、署名を野田聖子さんが受け取り拒否だという連絡が来たわけです。受け取り拒否ですよ。どうして受け取り拒否、受け取るだけでもいいじゃないですか。それを拒否するってことはですね、明らかに杉田水脈さんの発言おかしいって本当に思ってないって証拠だと思うんです。署名を受け取ることさえもしないという、そういう自民党の態度、許しがたいと思います。皆さん、今日は雨の中、私たちウィメンズアクションを行っています。もともと杉田さんの発言が出ると思ってなくて この日にしたんですけれども、まさにですね、私たちも許せないということで、今日のアクションですね、杉田水脈さんの発言許さないということもですね、強く訴えながら1時間弱、約40分か45分ぐらいで終わろうと思いますけれども、街頭宣伝を行っていこうと思います。よろしくお願いします。それでは、スピーチをリレートーク式で、回していこうと思います。まず最初にですね、じゃあまずトップバッターで、お忙しい中、国会議員の日本共産党参議院議員の岩渕智子さんが、駆けつけてくださいましたので、スピーチをお願いしたいと思います。お願いします。雨の中、ウィメンズアクションにご参加の皆さん、本当にお疲れ様です。そして駅ご利用の皆さん、お仕事帰りの皆さん、こんばんは。
ただいま紹介をいただきました日本共産党参議院議員の岩渕友でございます。総係実行委員会の皆さんがウィメンズアクションということで、毎月この場所から訴えを行っております。安倍内閣の継承そして発展を掲げた菅政権が誕生をいたしました。でこれ発展だと言うんですけれども安倍政権以上とも言えるような強権ぶりをもうすでにあらわにしております。今日は横断幕で、日本学術会議会員任命拒否を撤回せよということで訴えを行っておりますけれども、もうまさにこの問題なんですよね。で10月1日に新聞赤旗がこの問題をスクープを行ってで各紙も一斉に報道をするということになりました。でこの問題を受けて野党はすぐに合同ヒアリングを行ってこの日本学術会議の皆さんが新しい会員を推薦をするとそのうち6名が任命拒否をされたということでねこの任命拒否をされた学者の皆さんからも話をお聞きをするまたこの問題を政府に正すということも行ってそして国会では昨日今日と衆議院参議院で実は内閣委員会が開催をされたんです。でこの中でもこの問題が大きな焦点ということになりました。ところがですね菅総理がこの問題ほとんど説明を行っていないだけではなくて昨日今日の国会を見ても政府がこの問題でいろんな疑問をぶつけてもほとんどまともな回答ができないという状況なんですね。でこの任命拒否という問題は今までなかった問題なんで任命拒否が行われたのかっていうことを菅総理が国会できちんと説明しなければならないのではないでしょうか。この横断幕にもあるように憲法23条で学問の自由これ保障されているわけですけれどもまさにこの学問の自由が脅かされる問題だということで学術会議の皆さんも抗議の声を上げている。そして学者の皆さんも次から次へと声を上げている。そして今オンライン署名が大きく広がって任命拒否これを撤回しろとそして推薦された全員を任命しろということで13万人を超える署名が集まっているという状況なんですよね。でこうした声をしっかり受け止めろということを訴えたいと思うんです。で安倍政権の下で森かけ問題や核問題そして桜を見る会など、政治の私物化が横行してきたわけですよね。で今度は学問まで私物化するのかこんなことを許すわけにはいかないじゃないかという声を皆さんご一緒に大きく広げていこうではありませんか。私もそのために皆さんと力を合わせて頑張りたいと思います。そしてもう一つどうしても許すことができないのは先ほどから話がありますように自民党の杉田水脈衆院議員が性暴力被害の問題に関わって女はいくらでも嘘をつくんだと公園暴言を行ったこのことを絶対に許すわけにはいきません。性暴力の被害に遭った方々を貶める暴言そして女性をまさに蔑視する暴言だと言わなくてはなりません。杉田水脈氏はこの発言だけじゃないんですよ。これまでもいろんな問題発言をずっと繰り返してきました。もう議員の資格がないと言わなくてはならないしこれが最後だからしょうがないねと言って
許している自民党の責任そのものが問われているのではないでしょうか。この問題でも本当に全国各地で怒りの声が上がっている、抗議の声が上がっています。この問題で発言を謝罪し撤回をし、そして議員を今すぐ辞めろという署名も13万人を超えて大きく広がっています。ところが自民党は先ほどのお話ですと、この署名受け取らないっていうわけですよね。皆さん、こんなこと許さないっていう声をもっともっと大きく広げようじゃないですか。そして自民党に突きつけて杉田水脈議員辞めてもらおうではありませんか。こうした怒りの声を大きく広げることと合わせて、私たちは皆さんと一緒に人権が守られる、そういう社会、差別がない社会、ジェンダー平等の社会を作っていきたいと思うんです。こうした社会を作るためにもご一緒に力を合わせていこうではありませんか。このことも心からお訴えをしたいと思います。そして菅政権が政治理念として掲げているのが自助、共助、そして公助だっていうわけですよね。これつまり何でも自分でやってもらおうじゃないかっていうことなんですけれども、それだったら政治なんかいらないっていうことになってしまいます。今こそ政治が役割を果たさなくてどうするのか、このことが問われているのではないでしょうか。新型コロナウイルスの影響が今も続く、大きく広がっています。その中で解雇をされる、廃業を余儀なくされる、また学費がなかなか払えなくなって学校を辞めざるを得なくなる、これは自己責任でしょうか。こんな時こそ政治が役割を果たしていく、国民の命と暮らしが守られる、こういう社会を皆さんご一緒に作っていこうではありませんか。そのためにも私たちは市民と野党の共闘、これをもっともっと大きくする必要があると思っています。先の臨時国会、3ヶ月ぶりに開かれたのにたった3日間しか行われませんでしたけれども、この中で首相指名が行われて、私たち野党は立憲民主党の枝野代表の名前をみんなが書くということになりました。日本共産党も立憲民主党から要請をいただいて政権交代をしたいと思ってるんだ、そのために連携をしたいと思ってるんだ、こうした要請をいただいて、これまで野党共闘少しずつ積み重ねてまいりました。そしてやっぱり野党が新しい政権を作る、政権交代ぜひしたい、この意思を示すということで、日本共産党も他の野党の皆さんと一緒に枝野さんの名前を書くということになったんですけれども、ここまで野党共闘は大きく広がってきております。衆議院ではなんとあと100議席あったら政権交代ができる、こういう状況になってるわけですよね。で、日本共産党はぜひとも政権交代実現させたい、そして野党が一緒に作る新しい政権、これを実現したいと思っています。先月市民連合の皆さんからもこの政権交代のための政策ということで要望書もいただきました。これまでも一緒に取り組める政策を少しずつ増やしてきましたけれども、国民の皆さんと一緒になってこの政策もどんどん増やしながら新しい政治を作っていく、そのために私も皆さんと力を合わせて頑張る決意を申し上げて、私からの話としたいと思います。皆さん引き続き共に頑張りましょう。ありがとうございます。ただいまのご発言、岩渕友さんでした。ありがとうございます。
国会議員の皆さんも今日ご発言ご参加させていただいております。私たちはウィーメンズアクションといって毎月1回有楽町で街頭宣伝を行っております。特に今日はですね、ここ最近杉田水脈さんという自民党の女性議員が女は嘘をつくんだと、そういった性被害に遭った女性たちが勇気を持って上げた声に対して、そういうひどい屈辱的な言葉を向けたということで、で嘘ついてたのは杉田さんだったわけですよ。そういったことに私たちは怒って、今日はですねそういった話、そしてですね菅政権誕生しました。だけれども皆さん、菅さんっていうのは本当に冷たい人間だなって私は思うんです。暮らしと命と尊厳がこのコロナの中で一番大事だと私たち本当に思います。だけど今菅さんが言っている自助、共助、これ一番最初に自分で何とかせ、その後は周りに助けを求めろと、それでもダメならまあ国が助けてやってもいいぜみたいな、そういうですね本当に冷たいですね、あの政権だなと思うんです。コロナの中で私たちは命と暮らしと尊厳が本当に大事なんだっていう、でも命と暮らしとほど遠いところにあるのが菅さんの言ってる自分で何とかせ、周りに助け求めろと、そういう政治なんじゃないかと思うんです。一番なってはならない、一番いらない政権っていうのが今菅さんなんですね。早急に変えないと私たちですね本当にこれから命が危ういと思います。菅政権のような政権がずっと続くこと、私たちの命に関わることなんです。命と暮らしが大事、これとほど遠いところにあるのが菅政権だということが今回はっきりと分かりました。では続きまして、またリレートークに移りたいと思います。山口紀子さんお願いします。有楽町駅をご利用の皆さん、こんばんは。私たちは毎月1回この場所をお借りしてウィメンズアクションとして皆さんにいろんなことを訴えさせていただいております。今の菅政権本当にいいと思います。さっきから杉田水脈衆議院議員のお話が出ております。性被害を受けた皆さんはなかなかその事実を訴えられない、本当に苦しい思いをして、でもやっぱり何とかしなくちゃいけない、そういうことで名乗りを上げて、そして訴える方たちが少しずつですけれども増えてきました。自分で名乗りを上げてこういう被害に受けましたなんていうことを言うのはなかなかつらい、皆さんもそう思いませんか。自分のそういうつらい体験を公にしていくっていうことは本当に大変なことだと思います。まさに勇気を振り絞って公の場でその性被害を訴えていく、そういう方たちがどんなに苦しい思いをしているか、それに対して裁判をやっていくと、そこでまた二重の被害を受けるというぐらいに、裁判の場でも自分のつらい体験を語っていかなければならない、そういう状況があります。そんな女性たちに勇気を振るってこれからも訴えようよと、みんなで声をかけていきながらも、杉田水脈議員のように女は嘘つくんだって、嘘ついてるのは自分じゃないかと、きっちりそのまま児玉のように返していかなければなりませんけれども、本当に人を傷つける言葉を平気で言っていく国会議員が国会議員としていていいのでしょうか。私たちは人々に寄り添い、人々のために働くのが国会議員だと私たちは思っています。にもかかわらず人々を傷つけていく、人々を貶めていく、そういう国会議員が杉田水脈議員のような人がいるということ、そしてそれを擁護している自民党政権、みんなで杉田水脈議員に対する抗議を署名という形で持っていっても、それを受け取らない自民党、まさに人々のことを大事に思っていない、そういう菅政権ではないかと思います。あの竹中平蔵、またしゃしゃり出てきて、一月7万円お金あげるから生活保護制度もやめちまえ、そんなことを言いました。だったらあなた一人な
一月7万円で暮らしてごらんなさい。私たちは声を大きくして言いたいと思います。一月7万円で家賃を払い、そしてご飯を食べていく、そんなことができません。だからその程度の収入の方は生活保護の対象になっています。にもかかわらずそういうことを平気でのたまう、そういう竹中平蔵なんかを菅総理大臣の周辺のブレーンとして置いている、まさに一連卓上の中で菅総理大臣は人々の気持ちに寄り添う、人々の暮らしに寄り添うということができていないということが明らかではないでしょうか。今コロナの影響で多くの方たちが大変苦しんでいます。小さい商店街などもどんどん閉店をしていく、家賃が払えないからといってお客さんが減った、そういうことで小さい商店、飲食店などがどんどん閉鎖をされている、閉店をしている、倒産をしていく、そういう状況にあります。本当に厳しい状況の中で人々に寄り添う政治が今こそ必要であるにもかかわらず、そういう竹中平蔵のようなブレーンを周りに置いて、人々に自分のことは自分でしろと、そんなことをのたまっている菅政権、何としてもみんなの力で変えていきたいと思います。今日はこの横断幕、日本学術会議会員任命拒否を撤回せよという横断幕がありますけれども、日本学術会議70歳定年で交代をしていくんですけれども、すでに定年になって辞められた中には上野千鶴子さんや朝倉睦子さんなど大変有能な先生方がいらっしゃいました。そして政府に対する提言についても、例えば LGBT の問題についても政策を作っていくように提言をしたり、私たちの具体的な生活に関わる提言もしていっています。そうした今回任命を拒否された6名の先生たちも、本当にさまざまな意味で人々に寄り添った形でご自分の研究、そして社会的活動もされてきているわけです。それを法律に照らしても、あるいはまた国会答弁を照らしても任命を拒否していくなんてことは許されることではありません。安倍政権が続けてきたお友達政治、自分のお友達は優遇をする、自分に対して少しでも批判的な人間は切り落としていく、それをまさにつないでいるのが菅政権です。私たちは一人一人が平和で基本的人権が守られる生活をしていく権利を持っています。それを守っていく、それがまさに政治だというふうに私たちは思っています。皆さん一緒に菅政権を倒していきましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。では続きまして、新日本婦人の会の会長の米山さんがお越しになっていますので、スピーチをお願いしたいと思います。有楽町ご通行中の皆さん、私たちは月に1回この場所で声を上げているウィメンズアクションのメンバーです。今日は学問の自由を守れ、でそして杉田水脈発言は許せない、この2つの問題をここで訴えさせていただいています。菅政権が誕生して3週間ですね。もうだんだん本性が見えてきたようです。まあ、その一つが今大問題になっている日本学術会議が推薦した会員候補105人のうち6人の任命を菅首相が拒否したという問題です。
やもう本当に私たちも身近な先生っていうか日頃から憲法を大事にし、そして安保法制反対でも共にした先生たちでした。で小沢先生は私たちも学習会何度もお呼びして一緒に憲法を学び、連載もしていただいたということで、やっぱり今憲法9条を変えるのではなく憲法を本当に隅々まで生かしていくんだということを一緒に学び合った先生です。で政府に批判的な声を上げた学者たちは切り捨てるという、こういうことを許しておくと、そうするともう学者だけじゃなくって次はその周り私たちの政府に批判的な声を一つ一つ潰していく、そういう政治がはびこってしまうのではないかという恐れをとても抱いています。だからこの問題私たちの問題として受け止めて絶対にそのままで許すわけにはいきません。総がかり行動実行委員会もこの任命拒否を撤回し6名の速やかな任命を求めるアピールを出し、一昨日には官邸前で抗議集会も行いました。さまざまな分野で今この声が上がり、オンライン署名も14万近くまで広がっています。こうした一つ一つの声を潰すような菅政権におかしいと声を上げ、改憲を許さない、憲法を守れの大きな世論を皆さんとご一緒に作っていきたいと思います。もう一つ本当にこの女性として許せないのが自民党の杉田水脈衆議院議員の発言です、ね、最初ツイッターで見て女性はいくらでも嘘をつけますからどういう文脈でこの言葉が出たのかと思いました。それが女性の性暴力に対する相談事業への民間委託の予算について議論されたとき、女性の暴力や性犯罪に関して女性はいくらでも嘘をつけますからと発言されたということです、まあ、これが国会議員しかも女性の議員から出た言葉なのかと耳を疑いました。これまで数十年間女性たちの民間の草の根の運動が DV や性被害者を支えてきました。日本でも MeToo 運動で女性の声が沸き起こり、当事者の女性たちが苦しみながらも声を上げる中でようやく国が気づき始め目を向け始めたこの支援なんです。杉田議員の発言はこうした性暴力の被害者に対するセカンドレイプであり、性暴力根絶に向けての取り組みを後退させかねません。これまでも私たち杉田議員に対しては何度も何度も抗議してきました。いやそれほどひどいんです。で今ね男女共同参画基本法を中心に日本の男女共同参画の行政推進していきますが、これをまず否定されてるんですね。で男女共同参画事業が予算の無駄遣いだと、でジェンダー平等そのものを否定する、まあ、こういう質疑を繰り返しています。だから今全国に立っている男女共同参画センターは左翼団体の巣窟になっている、地方行政の大問題だと。で私たちが公民館使わせていただいて、で秋にはいろんな展示会発表会などやります。で憲法を守るこんな活動をしていますっていうポスターが貼ってあったことに怒って、まあ、こういうことを国会でも取り上げたんですね。まあ一昨年にはこの LGBT カップルは生産性がないなどマイノリティを蔑視する発言もしました。これも大問題になりました。あと過去の戦争での日本軍慰安婦問題、これは反日勢力の捏造だということも繰り返し繰り返し発言されています。その都度私たちも抗議の声を上げていましたが、
本当に全く反省が見られないんです。でジェンダー平等が世界の流れとなる中、こうした性差別的な発言を国会議員が率先して繰り返すということそのものは本当に許されないことです。またこうした人物を比例代表の議員としてとどめておく自民党にもその責任が問われます。ちなみに私の出身の東広島市にこの杉田水脈の事務所があるんですね。で地元からもすぐに抗議をしたということですが、本当にそういう議員には自身の発言の重大さを受け止めてほしいと思います。自民党は、ね、政調会長が注意をして、杉田水脈議員はブログだけで謝罪じゃないんですね、この発言をしてないっていうことをしてましたということだけをブログで書いています。私たちは引き続き衆議院議員の杉田水脈議員の辞職を求め続けていきたいと思います。ね、こうしたもう菅政権本当に一日も早くやっぱり辞めさせたい。で総選挙も、今年中にあるか来年になるかと、今選挙含みの情勢と言われています。で私たちは先ほどから言われていますように、本当に命と暮らしと一人一人の尊厳が守られる、そんな政治を望んでいきたいと思います。これからも皆さんと一緒に声を上げていきたいと思います。よろしくお願いします。米山さんの話を聞いていて私も思い出したんですけども、私保育士なんですが、杉田さんは保育士というか保育園自体をものすごく敵視しててこう言ってるんですね。子供を家庭から引き離し保育所などの施設で洗脳教育をすると、旧ソ連が共産主義体制の中で取り組み失敗したモデル21世紀で日本で実践しようとしているわけだと、そういうですね、保育園は洗脳教育をするとこだと、保育園を0歳児から預かると、彼女は3歳児神話ってのを多分信じてるわけですよね。3歳まで親元で育てなきゃ障害者になりますよみたいな、とんでもない発想なんですけれども、子供たちは子供たちの世界があるんですよ。親にも親の世界があるんですよ。保育士として私はですね、プロフェッショナルの手の中で子育てを一緒にやっていく、社会の中で子供を育てていく、家庭の責任にしない子育てを、そういうのが本当に福祉だったり共に生きるとか優しい社会を作るんじゃないんですか。それをですね、杉田さんみたいにこうやって保育園は子供を無理やり家庭から引き離して洗脳する場所だなんてとんでもないですよね。こういうですね、ものすごい間違った考え方をする人がやっぱ国会議員でいてもらっちゃ困るなというふうに強く思いました。それではですね、全労連の副議長の長尾さんが今日はまた東京に来てくださいましたので発言をお願いしたいと思います。皆さんこんばんは。憲法共同センターの長尾と言います。私は朝のテレビ小説が好きでどのシリーズも大体見ているのですが、今は本当に辛い一週間です。エールというテレビ小説、戦争の時代が描かれています。主人公のお母さん一家はクリスチャンです。クリスチャンであるというだけで特攻に付きまとわれています。家が覗かれます。そして主人公の妹は小説を書きたい、小説を書いている方なのですけれども、自信作を持って出版社に届けたらこの時代にこんな小説は出せないと断られてしまい、戦争が終わったらこの作品を発表できるかもしれない、そんな思いに苦しむ妹です。そして主人公の友達の新聞記者は毎日悩んでいます。大本営発表を伝える新聞、勝った勝ったと言いながらでも実際のところは負けているという、
その事実を知っている新聞記者は新聞記者として真実を報道できないことに苦しんでいます。なんて息苦しい時代なのかとだったのかと思います。思うことをしゃべることができない、書くことができない、信ずる宗教を貫くことができない、そんな時代、窮屈な時代、戦争の時代を絶対に繰り返してはならないと私は毎朝テレビ小説見ながら思います。そうしたらなんと菅内閣がやっていること、まるで戦争の時代に戻ったかのようなことをやっていて、本当に今はいつの時代なんだろうと分からなくなってしまったりするのです。びっくりしたのが、日本学術会議に推薦された方の中から6人を任命しなかったという問題です。その6人はどの方も素晴らしい研究をされている方です。素晴らしい研究をしている、その実績があるからこそ学術会議に推薦をされた方です。それを、任命を内閣が勝手に拒否をしました。その方々の中には、国会で参考人として陳述をされた方が並んでいました。安保関連法に疑問を差し挟み意見陳述をした方、共謀罪法の問題点をはっきりと指摘した方、秘密保護法の問題点を指摘した方、民主主義が奪われようとしている時に学者として意見を国会で述べた、その方たちが任命を拒否されました。今野党の議員さんたちが政府を追及しています。なぜこの人たちを学術会議のメンバーとして任命しなかったのか、なぜを聞いているのに、政府の答弁にはなぜに答える言葉がありません。法に基づいて適切に処置をしたとなどと言って、なぜという答えがないのです。なぜ任命されなかったのか、それが示されないということは、多くの方々が本当に不安になるのではないでしょうか。こんなことをちょっとでも言えば任命されないのか、こんな政府に関わる発言を少しでもすれば任命されなくなるのだろうか、さまざまな疑心暗鬼を呼ぶのではないでしょうか。そしてそれは日本学術会議にとどまらなくなるのではないでしょうか。さまざまな面で文学も音楽も報道も自ら規制をしてしまう、そんなことにつながっていくのではないでしょうか。もうこの菅内閣、戦争の内閣ではないか、戦争に進もうとしている内閣ではないか、本当に一日も早くやめてほしいなと思っているところです。でも私は絶望していません。今やっぱり戦争の時代とは違う希望があるからです。二つ希望があると思います。一つは日本国憲法です。あの戦争の惨禍の後、私たちの先輩たちが獲得した日本国憲法、二度と戦争しないと決めました。そして二度と戦争しないと決めたから、宗教の自由も表現の自由も思想心情の自由も出版の自由も、そして学問の自由も保障しています。日本国憲法を勝ち取った私たちは、日本国憲法が本当に実現され守られる社会に変えていかなければならない。でもその手段も日本国憲法にちゃんと書かれています。私たち日本国憲法を力に自由を獲得していきたいと思います。そしてもう一つの希望は、今政治を変えようとしている
野党の流れがあるということです。市民連合で政策要望書を出しました。野党の皆さんが今それを受け止めて、本当に憲法が生きる日本に変えていこう、政治に変えていこうと動きが始まっています。その2つの希望を実現して、私たちは子どもたちに恥ずかしくない日本を残していきたいと思います。女は嘘をつくなどと杉田議員は言いました。私たち女性を侮辱して、私たち女性を蔑視して、私たち女性を黙らせようとしています。でも私たち女性は黙りません。私たちは発言を続けます。私たち女性は声を上げ続けます。平和と自由と民主主義のために、私たちのより良い暮らしのために声を上げ続けます。どうぞご一緒によろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。通行中の皆さん、私たちはウィーメンズアクションといって月1回ここ有楽町で街頭宣伝を行っております。最近女性の自殺率が男性の3倍まで跳ね上がっています。俳優さんなどでも女性の方何人か自殺していますけれども、自死されていますけれども、でも有名な方だから取り上げられる、取り上げられないたくさんの女性たちが本当に大勢亡くなっているんです。男性の3倍なんです。雇用の不安だけじゃない、家の家庭のですね、生活リズムもちょっとコロナでおかしくなっていく、いろんなこと不安に思う、そういうですね、体調の変化とかそういったものなんかが積み重なってこういった結果になってると思うんです。それに対してですね、菅さんは自助だと自分でなんとかせえって言うんですよ。こんな冷たい人嫌だなっていうふうに思うんです。私たちはこの菅政権が学術会議にも口を出す、自分でなんとかせえとも言う、こういうですね、政権には一刻も早く退陣していただきたい。そしてですね、皆さんお分かりのように安倍政権が退陣したって菅政権になるんですからね、もう自民党じゃダメだってことなんですよ。自民党じゃない政権にチェンジしていかなきゃいけないと思います。ではまたスピーチ続きたいと思います。皆さんこんばんは。雨が冷たい中お疲れ様です。私の行きつけというかお気に入りのお店がまた1店閉店してしまいました。悲しいです。菅さん、コロナ対策何にもやってないですね。都知事の小池百合子さんもそうですけれども、コロナのこの字もない、携帯電話の料金の引き下げとかそんなことをなんか後回しでいいと思うんですけれども、今やらなくちゃいけないのはコロナ対策にもかかわらず何もしない、本当に人の命を軽んじてる冷たい菅政権だなって思います。杉田水脈さんの発言、これも本当に許せないんですけれども、この人初めてじゃないんですよね。2018年に雑誌にですね、LGBT の人たちは生産性がない、こういうことを書いたんですね。でさらに、これは本人認めてないんですけれども、国会の方で選択的夫婦別姓に関する質問をしているときに、それなら結婚しなくていいってヤジを飛ばしたと、これ本人は認めてないんですけど、周りの人は杉田さんの方からそういう声が聞こえたっていうふうに言ってるんですね。で私、この LGBT の人たちは子供を作らないから生産性がないっていう風に雑誌に書いたのを見て知ってゾッとしました。人間を生産性っていう言葉で表現する、とんでもない、何だと思ってるんだろうっていう風に思いますね。それから杉田さんだけじゃないんです。自民党議員の白石まさきっていう人、この人は足立区議の人なんですけれども、この人9月25日にレズビアンだってゲイだって法律で守られてるという話になれば足立区は滅んでしまうっていうとんでもない発言したんです。この人も自民党の議員ですよ。で今その発言に対して LGBT の人たちが
滅びないから安心して、私たちはここにいるよっていうことで、カップルでハッシュタグをつけて写真を撮って幸せそうな姿流れてます。ちょっと皆さんもぜひよかったらハッシュタグで検索してみてください。私たちはここにいるという声を上げています。こういう次から次へと差別的発言をしているのが自民党の人たちなんです。私は杉田水脈議員の性暴力被害者への発言、これの撤回と、それからなんか取材にも答えないで私の気持ちはブログに書きますからなんていう、とんでもないね、こういう形、謝罪って言えます？ブログに書きますから、普通は謝罪会見とかやったりとか、それからやっぱり自民党の方も厳しく罰しなきゃいけないのに、島村博文政調会長がちょっと注意して終わるみたいな、本当は私ちょっと板橋区民で下村さんの地元なんで、もう恥ずかしくてしょうがないんですけれども、厳しく罰せられるべきですし、国会議員も辞職するしかない、そんな発言を何回も続けてるわけですから、私はこの杉田水脈議員の辞職を強く求めたいと思います。はい。で、ただいいこともあって、やっぱりこの性差別問題とか女性の問題に取り組んでる人たちがフラワーデモもそうですけど、たくさんいてくださっているおかげで、昨日のニュースでその緊急避難ピル、これが承認されるんじゃないかという、そういうニュースが流れてきて、すごく嬉しい思いになりました。性被害、レイプされた女性が望まぬ妊娠をした時にすぐ飲めば妊娠しなくていいような薬が、もう世界80カ国以上で承認されて普通にドラッグストアでも買えるのに、日本はそれができてない。そのことについて取り組んできてくださった方々のおかげで、それがなんとか承認されるんじゃないかっていうようなニュースが流れてきました。でも今まで6回ぐらいそういうニュースがあったけど、結局実現されなかったらしいので、今度こそはという思いで、ぜひこのニュースにも皆さん注視していただいて、ちゃんと自民党が仕事をやり遂げるように引き続き声を上げ続けていきたいと私も思っています。どうぞ皆さん力を合わせましょう。少しでもより良い世の中、女性も男性も生きやすい社会になるように声を上げ続けましょう。ありがとうございました。それではですね、最後に小沢さんから、歌をとスピーチはいいですかお願いしたいと思います。こんばんは。あいにくの雨ですがお疲れ様です。このウィメンズアクションで私は安倍政権に対してのノー安倍ソングっていうのを歌ってきたんですけども、安倍政権変わって菅政権になりましたが、なんかもっとひどくなりそうな、そんな感じ皆さんお持ちでないですか。やっぱりダメなことはダメ、おかしいことはおかしいってみんなで叫んでいきたいっていうふうに思います。ノー菅ソングっていうのを作ってきたんで歌います。憲法9条変えて戦争する国作る、安倍政権を引き継ぐ菅政権変えよ、ノー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 菅、ノー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 菅、菅政権を変えよう、共に叫ぼう。学術会議の人事に早速独裁振りかざす、気に入らない人切り捨てる菅政権ダメよ、ノー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 菅、ノー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 菅、菅政権を変えよう、共に叫ぼう、菅政権の、菅政権の、陰険菅さんの、菅独裁にの、菅政権にの、の。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。今日はですね、雨なのでちょっと短縮バージョンにしたいと思いますけれども、まあ、皆さんさっきから何度も言ってるように、自助、共助、まずは自分で何とかしなさいよっていうような冷たい政権には、やっぱ私たちの命と暮らし預けられないなっていうふうに思うんです。またフラワーデモの合言葉、あなたの言葉を信じるよ、このですね、正反対に杉田さんの女は嘘つくんだっていうですね、全くですね、これが自民党の政治のまんまだと思うんです。自民党政治はもうやめましょう。もう自民党の中でどんな人になったって希望ないですからね。誰になったってそういった冷たい政治になるわけです。野党がいます。あ、でも維新とか絶対ダメですよ。そうじゃなくて、ちゃんと憲法を守って、そしてフラワーデモなんかもしっかり参加をする、そういう野党にしっかりと政権立つそうじゃないですか。お任せ政治もうやめましょう。私たちも一緒に、市民と野党の共闘ですから、市民と野党が一緒になって未来を作る、そっちの方がずっとなんか楽しいような感じしませんか。これからまた必ず選挙が来ると思います。その時にはどうか皆さん、もう自民党さようならと、維新もとんでもないと、一緒に未来を作る、市民と野党一緒になって作る未来に、私は未来を投じてほしいなと思います。よろしくお願いします。来月のウィーメンズアクション11月の5日です。11月の5日木曜日、また6時から有楽町糸島前で行いたいと思います。本日は冷たい雨の中ありがとうございました。お疲れ様でした。